ファン必見。神宮寺雄太の沼にはまった瞬間、あなたも抜け出せない。将君はもう帝王で、神宮寺と騎士君から目が離せない。神宮寺雄太という名前を聞くと、多くのファンの心に一瞬で笑顔が広がる。それは、彼が持つ魅力がただ単に外見の美しさにとどまらず、その内面から溢れ出る優しさと大人の雰囲気に起因しているからだ。 彼の魅力は年齢を重ねるごとに増していく。現在でも十分に美しい彼だが、これから先、さらに輝きを増していくのではないかという期待感が多くの人々の間で共通している。大人っぽい表情や態度は、彼の成長とともに深みを増しており、ファンの心をつかんで離さない。神宮寺の魅力は、じわじわと滲み出てくるもので、一度その魅力に気づいてしまうと、もう戻れない。 彼の大人の雰囲気は、ただのアイドルという枠を超えて、多くの人々に深い印象を残す。それは、彼が控えめながらも、仲間である紫陽君や騎士君に対する優しい眼差しからも感じられる。彼は二人にとってなくてはならない存在であり、その関係性がまたファンにとって魅力的な要素となっている。彼の魅力は年々増していると感じるのは、私だけではない。多くのファンが、 神宮寺が戸べに加入してから色気が増したと感じている。久しぶりに彼を見た人たちが、彼の垢抜けた姿に驚くのも無理はない。彼の顔立ち、鼻筋、バランス、スタイル、そして性格のすべてが揃っており、一番癖がないと感じる。彼が年を重ねるごとに美しくなる予感がするのは当然のことだ。神宮寺の良さをまとめてくれる人々の声を聞くと、 まますます彼,への愛が深まる彼はいつの間にか人を引きつけその沼に引きずり込む力があるそして神宮寺のファンたちはみんなで彼を応援しているという一体感がありそれもまた魅力の一部だ私の親戚も他のメンバーのファンだったが今では完全に神宮寺のファンになっている最近では特にその色気があふれておりテレビ画面越しにも感じられるほどだ まだ生で彼を見たことがないが、すでに彼の魅力に完全にはまっている。これが生で見たらどうなるのだろうか。その思いに溺れてしまうかもしれない。トベに加入してからの彼のビジュアルの進化は恐ろしく感じるほどだ。彼は絶対に年を重ねるごとにかっこよくなっていくタイプだ。神宮寺は些細なことにも気づくし、大丈夫と声をかける優しさも持っている。 彼は空手をやっていたから背筋も心もまっすぐで、良い男になった。私も将軍から神宮寺に惹かれた一人だ。飛べライブで彼が目の前を走り抜け、振り返って戻ってきて、美しい笑顔で手を振る姿に全員が心を奪われた。最初は他のメンバーに惹かれていたが、今では完全に神宮寺のファンになった。彼の魅力に気づくと抜け出せない。三人全員を押しているが、 特に神宮寺のファンだ。彼の外見はもちろんのこと、そのつかみどころのなさが魅力的で、沼から抜け出せない。せいで彼を見たら、もう完全にその魅力に溺れてしまうだろう。神宮寺の魅力にはまり、今では彼のことで毎日が息苦しいほどだ。彼の魅力は底なし沼のようで、ますます深みにはまってしまう。ナンバーアンダーライン愛の3人を推すのが良いと思うが、 特に聖の神宮寺は危険だ。私は岸くんのファンだったが、コンサートで神宮寺に恋してしまい、順位が変わった。他のファンへの対応でもう彼氏のように見える。直に彼のファンサービスを受けたら終わってしまうだろう。デートで待っていて欲しいのは時短より神宮寺。金プリ時代のドームで彼に心を奪われた。彼の佇まいは異次元で、 メモリアルで初めて彼にキュンとしたのが始まりだった。それから五年、好きの更新が止まらない。神宮寺の沼は深すぎる。三人とも大好きだが、ある日突然彼の美しさに持っていかれ、あっさりと沼に落ちてしまった。危険な罪宮寺だ。キンプリ時代から彼のファンであり、これからも三人を応援していく。最近は三人の空気感や関係性が尊くて、 感情が忙しい。まだ生の神宮寺を見たことがないが、完全に彼の沼にはまっている。深い沼に頭だけ出してかろうじて息をしている。他のファンから神宮寺に沼った。顔も体も性格も声も手も指も歌もすべて好きだ。沼に落ちた人々の多くが、神宮寺のすべてに魅了されている。彼のビジュアルがますます良くなっているから、その気持ちがよくわかる。 生の神宮寺は本当に発光している。神宮寺湯ですが、神宮寺沼の奥底に沈められています。もう浮上することはないだろう。以前からとても素敵な彼だったが、最近は色気がプラスされて酸素ボンベ必須だ。彼の動画を見て、初めから彼に沼っていたが、ある日突然神の啓示のように降りてきた。恐ろしい。ドームで初めて聖の神宮寺を見たが、 天井席でも関係なくやられてしまった。君は推しだが神宮寺君も岸くんも好きだ翔君はもう帝王で神宮寺と岸くんから目が離せない他のファンから神宮寺に駆られたのを認めたくないが素直になったら楽になる気がする最近の神宮寺は頭角を現し始めたあの甘い顔立ちの中にもさまざまな表情を持っている彼ならではの雰囲気が出てきた 決してやりすぎない静かな表現が私には魅力的だが、早く生の神宮寺を見たい。遠くても毎回コンサートに申し込まないと一生会えない気がする。社長やスタッフの皆さん、おはようございます。今日はいいお天気ですね。窓から明るい日差しが差し込んで、暑さも感じる。こんな日は熱中症もあり得るので、水分補給を忘れないでください。神宮寺を見つけたとき、 あまりにかわ,いか,ったかわいい彼が、さらにかわいくなってかっこよくなって、おもしろくなって、美しくなって。彼の両親や祖父母に多大なる感謝しかない。もっとずっと彼を見ていたいが、かないそうにない。また訪れる。まだ参戦したことがないが、神宮寺を見たらそこなし沼に入り、どっぷり使ってしまうだろう。参戦するのが怖い。沼に落ちた人、手を挙げて。 彼の写真がすべて美人でありがとう。最初は将軍の天然エピソードを YouTube で追いかけるところからキングプリンスにはまっていったが、ライブ映像を見て神宮寺がかっこいいと思った。またあの声。イヤホンで聞くと痺れる。エスコートや寝具。Your Melody, King&Prince をイヤホンで聞いてみてください。私もライブで彼に駆られた。 他のファンを狩る覚悟で早く参戦したい。リコちゃんの旦那だったのか。翔君からの沼落ち組です。リコちゃん、次の金曜日に到落ですね。一緒に当たったらよいな。このように、神宮寺ゆ太の魅力はただのアイドルの枠を超え、年齢と共に深まる美しさ、優しさ、そして大人の雰囲気が多くのファンを魅了してやまない。彼の魅力に一度触れたら、もう戻れない。 これからも彼の成長を見守り、応援していきたい。あなたも一度その沼に足を踏み入れてみてはどうだろうか。その深さに驚くことだろう。そして、その魅力に触れるたびに新たな発見と感動が待っているに違いない。